どうも、バンライフジャパンのりさこと大輝です。今日もご覧くださってありがとうございます。ありがとうございます。今日はどこに来ましたか？今日は桜を見に来ました。はい、今日は八重瀬公園というところで、桜を見ながらデートしたいと思います。はい、はい、でデートしながら今日は2人の馴れ初め出会った頃のお話をしようと思っているので、興味があればぜひ最後までご覧ください。はい、はい、では行ってきます。行ってきます。But why didn't you, why didn't you call? With something in the air. Something in the air. 大輝くん、どうですか？綺麗だね。綺麗だよね。可愛い色だね。濃くてピンク色が。ピンクが濃いね。すごい。うん。可愛らしいね。可愛いね。うん。時期がさ、ちょっと遅くなっちゃったけど、これだけでもすごく綺麗だね。そうだね。見てきました。はい、見てきました。綺麗だったね。うん、可愛い色だった。可愛い色だね。ね、ちょっと違うんだね。結構色が濃いですね。うん、濃かった。綺麗だったね。なんだろう、あのソメイヨシノとかはさ、咲かないのかな。うん、どうなんだろうね。沖縄に住んだことあるけど、うんうん、記憶にないもんね。うん、育たないのかもしれないね。ちょっと違うんだね。うん、でね、ミツバチもさ、いっぱいいて、すごい可愛かったね。いっぱいいたね。うん、結構人気で人もいたね。いました。うん、ちょっとね、時期がまだね、綺麗に咲いてるところも見れたので、よかったね。見れました。ね。はい。またさ、満開の時にも切ってみたいね。いろいろとちょっと作業とかやっててね。そうなの。時期を逃してしまいました。そうなんです。今日はあの YouTube のコメントとかでももらってたんだけど、2人の馴れ初めをね、教えてくださいっていう人もいて、ありがたいことに。はい、なので私たちの今日は馴れ初め出会った頃の話をね、してみようかと思います。はい、はい、うん、出会ったのは2015年12月23日に初めて会いました。はい、ね、だからこの前の2020年12月23日で5年、出会って5年だったんだけど、ちょっとね、振り返ってみましょうか。はい、最初に出会った日は私が大輝くんの治療を受けに行ったのが最初の出会い。そうですね。はい、でその時2015年、結構その頃すごいヨガを頑張ってた時で、あのいろんな合宿に行ったりして、たくさん勉強して、で自分の練習もして、自己鍛錬をね、ヨガって体のことだけじゃなくて精神面とか哲学とか、いろんなあの幅広いものがあるので、それを広く学び、自己探求をねしていた時だったんですけど、でその時に自分はこれからどうやって生きていこうかとか、
なんか自分の役割ってなんだろうとかね、うん、結構なんか真剣に思ってた時があって、もう魂が成長できるようなことを何かしたいっていうね、なんか欲求があってっていう時に、たまたま大輝くんのなんか治療の何ご案内みたいなのがパッと Facebook に出てきて、はい、でそれまで全く大輝くんの投稿を見たことなくてね、うん、繋がってたけど多分あんまり投稿してなかったよ。そうだね、あんまり苦手だから ね、うん、ね、なのにたまたまパッと出てきたのがなんかこういう治療してますみたいなね案内で、見た瞬間あこれだって思って、そのこれだって思って、うん、見た瞬間に予約したですね。そうみたいです。はい、そうなんです。やってもらえる日行きますみたいなね感じで会いに行ったのが12月23日です、はい、どうです最初、うん、まあ、僕の治療は心と体両方、うん、あのバランスを見ながらやっていく感じで、うんうん、大体療法治療って呼ばれてるアロマとかヒーリングとかメンタルブロック外すとか、うん、整体とか、うん、いろいろ組み合わせてやってたものなんですけど、いさこちゃん最初に会った時にすごいねちっちゃく感じました。で10代の女の子みたいなね可愛らしい感じでした。すごいそれは覚えて、すごい言われるね、うん、キュッと、そうなんか殻にキュッと閉じこもってたんだろうね。ヨガで楽しんだり、うん、いろいろ活動をしてたけど根っこの部分がなんかクシュってしてて、そうだね、なんて言うのかな、控えめな感じ。まだなんか抑えてたね、うん、なんていうかな、本当にしたいことを抑えてるような感じだったんだけど気づけてなかった、うん、でそれを気づかせるような治療をしてたって感じで、はい、そうでそこで恋愛とかそういう気持ちはなかったし、初めてねそのクライアントでセラピストっていう関係だったから、でそこで会って本当になんかね、ここが痛いとかこういう思いがあるとか、ね、なんかそういう相談して、じゃあ治療しましょうねっていう感じでやってもらって、うん、でその後話をねした。でそれはヨガとかでいろいろ勉強してもっと知りたいなって思ってた精神面のこととかなんか哲学の話をめっちゃ詳しく幅広く知ってたから、はい、これはどういうことっていうと、それはこうだよっていう、なんかね質問すると絶対に答えが返ってくるみたいな、知りたかったことを絶対知ってるみたいなね感じで、そこがパチンとなんかパズルのピースがカチッってなったみたいな。そうだね、なんか急になんか回り出したっていうか、僕は15年ぐらいそういう勉強してて、うん、自己探求っていうかね、うん、この世界はどうなってるんだろうっていうところに一番興味があって、うん、勉強はあんまできないんだけど、そういう哲学の本を読んだりとかそういうのは夢中でやってたんですね、うん、それでだから仏教とかヨガ哲学とか神道とか全部見たんですよ、調べたっていう、うんで全部調べて、そうするとやっと見えてくるものがあって、うん、人に言いたいけど誰にも伝わらないんだけど知りたがる人少ないしね少ないしそれをね Facebook でこうちょっとずつ投稿してたんだけど、全然あのみんな興味ないから分かんないよね、スルーみたいな感じだけど、りさこちゃんはちょうど知りたかったっていうすごい興味深く聞いてくれたから、もうそれが嬉しくて、聞いてくれるという相手がいるってすごい、うん、自分にとってはね幸せだったので、うん、そこのお互いのね思いがパチンとあったから、もうその日に治療終わってから3時間くらいずっとねカフェで喋って、でも別にそのね恋愛とかなくてね、ただ言いたい人とただ聞きたい人が一緒になっちゃったみたいなね、そうそんだけです、うん、感じで止まらなくなっちゃって、時間
ギリギリまで喋って別れて、うん、はい、で実はそこから不思議なお話なんだけど、私は2015年に出会ったんだけど、その前2010年くらい、5年前、出会う5年前なので今から10年前なんだけどくらいの時にいろんなことが起きて自分の人生を見つめ直した時があってね、うん、でその時になんかどうやって生きていこう、5年前にも思ったけど10年前にも思ってたってこと。そうだね、まあ、初めてその時思ったみたいな。それまで何も考えずになんか人の意見に従って自分の意見は放棄してただただなんか言われるがままに生きていたみたいなね感じだったんだけど、とうとうなんか痛い目にあった時があって、うん、で、あ、もうこれ自分の力でねなんか人生のこと考えていかないといかんなって思ったことがあって、でその時にじゃあどうやって生きていこうって考えて、でその時一緒にどんな人に出会いたいかなって思って、そういうのもたくさん考えて、自分がこの先なんか本当に人生で寄り添える人と出会いたいって本気でその時思って、10年前に。でその時にじゃあそれってどういう人なのっていうのを自分で自分に問いかけて考えた時にね、あれわからないってなって、でノートにもう白いとこが埋まるくらい出会いたいパートナーの理想を書きまくったことがあって、で書いたやつをなんか妄想しようと思って目を閉じたら、目を閉じた瞬間に自分の妄想が始まる前にもうなんか映像が見えちゃって、その映像が大輝くんだったんです。そうみたい。そうなんです、大輝くんがねなんかね笑ってるね顔、まあそれが Facebook の顔だったんだけどね。うーん、なるほど。で大輝くんと出会った12月23日に話が弾んでさ、楽しかったな、はい、じゃあねって帰って、うん、なんか不思議な人だったなって思って、なかなかいないこういうタイプ。そうだね、思い出した時に頭の中に浮かんだ映像がその妄想した時の映像と同じで、そこで気がついてあの時の人じゃんって思ってね、うん、はぁ本当にあったなって思って、うんうん、なんか多分縁がある人なんだなって思って、だけどじゃあ恋愛かって言うとそうじゃなくて、うん、友達でもいいしどういう関係でもいいけど多分すごい縁がある人だなって感じた、うんうん、からどうですか。僕は最初1回目のセラピーの後、うん、毎週会ってそういう話をしてたんだよね。ヨガの話とか、いろんな哲学の話をしたりとか、この世の仕組みとかね。そのまた毎週次の週も会って、うん、でついでにヨガをやったんだよね。そう、アクロヨガっていう2人でやるヨガをやって、その後でお茶しに行って喋るみたいなのが続いてね。そう、かなり頻繁にやってたね。うん、うん、早く喋りたいし、いろんなことが自分にも合ってたからね、うんうん、普通に毎週会ってたね。そう、なんかちょっと普通のなんか恋愛の感じと違うかもしれないんだけど、うん、で気づいたらいつもいる人だなって思って、でその話を友達にして、なんかすごい合ってる人いるんだよねって言ってね、その友達がえ、じゃあ好きってことじゃないって言ってきて、好きではないみたいなね、いやそういうのじゃないんだよねって言ってて、うん、だけどその子がえ、じゃあさ、もし大輝くんに彼女ができたらいいのって言ってきて、え、やだって言ってそしたらその子がそれ好きってことだよって言ってきて、うん、これ好きってことなんだって気づいた。なるほどね、はい、わからなかった、うん、そうだろうね、 ですけどね。そう、でまあ、でそのくらいのタイミングでちょうど大輝くんから呼び出されてね、うん、告白されたんです。うん、ね、そうだね、うん、覚えてる？その時のことは
あのアクロヨガのイベントがあったんだよね。あああったね。その日の昼間にね、アクロヨガのイベントで15人ぐらいかな集まってね、うんうんうん、あのみんなでアクロヨガを練習したんだよ ね、うん、その時が気づいたんですよ僕は、うん、ひさこちゃんが好きだっていうことっていうか、もうなんか好きだっていうよりもパートナーになるべき人だなって思ったんです。もう思った瞬間に連絡したんです。その時にさ、すごい覚えてるのが、大輝くんの告白の仕方が、いつも今日が最後だと思って生きてるから、今日好きって気づいたら今日言わないと、もう明日どうなるかわからないから言いに来たみたいな、そうだね、感じで言われて、好きって言われてね、そう、でもう言ったから悔いはないみたいなさことを言ってて、ってなって、なんかすごいなって思ってね、今日が最後だと思って絶対に後悔しないように生きてるみたいなこと言われて、うん、いやじゃあ私も後悔しないように返事しないとみたいに思ったね。そう、なるほどね。だってなんか一人だけ言ってさ、もう満足しててさ、ずるいなって思ってねずるいってなんか、自分だけなんかもう悔いはないって言ってだってずるいとか何もないないけどね、そんな感じだった。まあそれで OK だったわけだね。そう、やっぱり消防士を18からやってて、うん、でまあその頃なんで消防になったかっていうと、人のためになることをやる以外自分に生きる意味がなかったんです。だから人のためになるようなねことをするってかっこいいようですけど、全然かっこよくなくて、なんていうかな、自分の幼少期は結構辛い思い出ばっかりだったんで、あと自分のやりたいこともなくて、生きる意味がないまま過ごしてたんですよね、学生時代っていうのをね。意味をつけるために、あの消防士って一番うってつけだなと思ったんですよねあとはまあ自分のこの体力とかね、運動神経を活かせるしね、で消防士になってから毎回ねこう人が死んでいくのを見ていくんですけど、それでだんだんと人ってすぐ死ぬんだなと思って、で自分もいつ死んでもおかしくないなっていうのをやっぱりリアルに感じてたんですよね。年々そういう気持ちが強くなって、自然とそういう意識に変わっていったのかな。まっすぐに来たからすごい響いたよね。まあ、結局なんかそれがいろんな哲学にもつながるというかね、まあ、全部同じことを言ってるんだけども、今を 100% で生きるっていう、ただそれだけっていう、はい、本当にそれ、うん、どうなるか分かんないもん、まあ、そう 100% で生きるってなんか全力で生きなきゃいけないってわけ ではまたなくてね、うん、100% ぐうたらするっていうのもいいね、それもね、それもいいんです、うん、とにかく今やってることをやる 100% 自分に許して やってればそれでいいっていう、うん、なるほどね。そんな感じでまあ生きてたわけで、僕はね、うん、まあね、本当に出会ってしまったんだねそうだね、その時にね、まあこんな出会いでしたいかがでしたでしょうか。まあだいぶ変わってるから、変わってるよね、何の参考にもならないと思うんですが、はい、また何か質問とかあったらいつでもコメントください。最後までご覧くださってありがとうございました。ありがとうございました。ではでは。I just wanna love you, just wanna